ちのライブに遊びに来てくれて本当にありがとうございます。次で最後の曲になりますが、その前にちょっとだけ。今日ここに来るまで私たちはたくさんのキラキラドキドキに出会って、それを一つ一つ大切に育ててきました。でも3年生になって、これまで見たことのないキラキラドキドキにもっと出会える気がしてて、きっとまだ誰も見たことのない音楽をみんなに届けられるって信じてます。これからの私たちに期待してください。それじゃあ最後にアリサから一言。キーボードの市ヶ谷アリサです。その、なんていうか、さっきかすみが言ったように、私たちは3年生になって、それぞれ新しいことを始めて忙しくなって、これからいろんなものが変わっていくかもしれません。けど、それでも、私たちは、これからどんなことがあっても、これからも、ずっとずっと、ポピパはポピパです。アリサ、すっごくいい MC だったよ、アリサ。てか、お前ら演奏、最後の曲。そっか。それじゃあ、聞いてください。これからもずっとずっとポピポはポピポです。今ちゃんと言えたよな、私。それじゃあみんな、改めて乾杯。市ヶ谷さん、お疲れ。奥沢さん、来てくれてありがとう。総会の片付け大丈夫だった？うん、バッチリ。市ヶ谷さんが帰る頃にはほとんど終わってたし。そっか、この1週間本当にお疲れ様。最後の奥沢さんのスピーチすっげえ良かったよ。本当に？まあ始業式の時よりはちょっとはまともに喋れたかな。生徒のみんなも期待してる目をしてた。これから忙しくなりそうだけど、よろしくね、奥沢さん。こちらこそ。いやー、それにしても今日のポピパほんとよかったよ。なんかさらに進化したポピパっていうの、うまく言えないんだけど、そんな感じ。そっか。特に最後の「これからもずっとずっとポピパはポピパです」って MC、 あれにはしびれたよ。なんか市ヶ谷さんがああいうのステージで言うのちょっと意外だったな。いいだろう。てかたまに言ってあれくらい。出れない出れない。でもほんといいライブだったよ。お疲れ、市ヶ谷さん。うん、ありがとう。いいライブだったか。アリサー、盛り上がってる？ああ。あのね、私思ったんだ。リングでライブやってみて、これから私たちどんどん新しいことができる気がするんだ。でもね、アリサが言ってくれたように、これからもずっとポピパはポピパだよ。わかってるって。だからあんまりくっつくのっての。もうアリサってば。それじゃあ改めて乾杯。乾杯。わー、おいしい。お、ハグだ。おーい、ハグ。おい、かすみ、あんまり走るとジュースこぼすぞ。聞いちゃいねえな、まったく。はあ。
これからもずっとずっとポピポはポピポです。だよな、みんな。うん、次も絶対にいいライブができる。私の思い過ごしだよな。おたえ、今のは絶対おっちゃんの声だよ。違うよ、もう一回やるからよく聞いて。ねえ、アリサもちょっと聞いてよ。絶対におっちゃんだから。ったく、しょうがねえな。私にも聞かせてみろって。今日のライブ楽しかったな。明日も明後日もその先もずっとこういうライブしていきたいな。こんばんは、花園さん。ライブはもう終わってしまったようね。はい、ついさっきみんなで打ち上げしてお開きになったところです。そう、ごめんなさい、間に合わなくて。いえ、ユキナ先輩、忙しいのに見に行くって言ってくれただけで嬉しかったです。でも見てくれたらもっと嬉しいので、次のライブはぜひ遊びに来てください。ええ、そうさせてもらうわ。あの、花園さん、あなたに折り入って話があるのだけれど。話？何ですか？スタジオミュージシャンに興味はない？え？Yeah.